こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、とってもおすすめ自家製調味料、自家製豆板醤の作り方ご紹介したいと思います。自家製の豆板醤はですね、本当に美味しいんです。これは伝えづらいので、ぜひ作って食べてみてほしいんですけれども、そしてですね、本当に簡単なんです。混ぜて瓶に詰めておくと発酵をして勝手に美味しく作ってくれるんです。なので、仕込んでおけば時間が美味しくしてくれるっていう調味料になります。半年かかってしまうんですけれども、その間にですね、本当に絶品に仕上がるので、ぜひですね、仕込んでいただきたいです。ただこれ、そら豆が必要なんです。なので、そら豆がある今ですね、仕込んでおいていただけたらと思います。ぜひ半年後に感動が待ってると思うので、作ってみていただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まずこちら、そら豆になります。そしてですね、米麹ですね。で、粗塩で、こちら韓国産の唐辛子なんですけれども、目の細かいものと粗いものとあります。細かいものだけでもいいんですけれども、粗いものを混ぜるとより風味豊かになるのでおすすめです。ではまずそら豆はさやから出しておきます。こんなに大きいのに2粒ぐらいしか入ってないんですけれども、このように出します。で、このさやから出したものが 100g になるように測っておきます。そら豆はですね、後から薄皮が剥きやすいように、この黒い部分と逆の方、こっち側にですね、ちょっと切り込みを入れておくと後から剥きやすいです。これくらいに、少し浅めで大丈夫です。はい、ではですね、そら豆蒸していきます。そら豆茹でてもいいんですけれども、蒸した方が味が凝縮して美味しく仕上がります。しっかり湯気が立った蒸し器に、ちょっと中に入ってしまうといけないので、今回クッキングシートを敷きます。もし蒸し器ない方いらっしゃったらですね、茹でるで大丈夫です。ここにそら豆を広げます。こちらで蓋をして5分蒸していきます。はい、では時間になりました。開けてみます。うわー、綺麗な色に蒸し上がっています。そしたらですね、この薄皮取り除いていくんですけれども、下にある蒸し汁はですね、大さじ1から2ぐらい取っておくようにしてください。はい、そら豆の薄皮を剥いていきます。ここはさっき切り込み入れた方ですね。で、こっち黒い方で、黒い方をピュッと押すとこう出てくるので、さっき切り込み入れといたので、なのでこういう風に簡単に剥くことができます。この後潰すので、形は崩れてしまってもあまり気にしなくて大丈夫です。豆ご飯とかだと綺麗に仕上げたいので、ここで綺麗に剥いた方がいいんですけれども、今回はあまり気にしなくて大丈夫です。そしたらそら豆を潰していきます。ちょっと厚手のポリ袋にそら豆を入れて、でこの中で潰していきます。こう手で潰していただいて大丈夫です。もしですね、こういうボールとか瓶とかがあれば、この底で潰すとすごく早く潰れます。はい、そら豆しっかり潰せました。見えますかね、ちゃんとペースト状というか、しっかり潰れてるのがわかるかなと思います。そしたらですね、そら豆の袋の中に、全ての材料を入れていきます。韓国産の唐辛子ですね。ちょっと日本の赤唐辛子だと辛すぎるので、韓国産のものが美味しく、コクがあって仕上がると思います。そしてですね、米麹、今回生の米麹使っていますけれども、乾燥の米麹でも大丈夫です。ちょっとこの後ですね、水分の調整をするので、その水分で調整していただけたらと思います。
で粗塩も加えます。普通のお塩でも大丈夫なんですけれども、粗塩にすることでですね、よりまろやかに仕上がります。これで袋の中ですり混ぜるように混ぜていきます。全体が均一に混ざったらですね、滑らかになるように水分を足していきます。これさっきのそら豆を蒸した蒸し汁ですね、これをですね、少しずつ加えて滑らかにしていきます。そら豆を茹でた方は茹で汁でもいいですし、蒸し汁がない方はですね、普通の水でも大丈夫です。まず私今小さじ1を入れましたけれども、ちょっとまだパサついてるのでもう少し入れます。湿度だったり麹の状態だったりですね、あとそら豆の水分量によってもちょっと変わってくるので、様子を見ながら水分量調整してみてください。はい、もう少しですね足していきます。大体小さじ1から大さじ1ぐらいかなと思います。で、乾燥麹使われる方はもう少し多めの水分量でもいいかなと思います。はい、ですね、だいぶ滑らかに仕上がりました。だいぶ滑らかになってると思います。そしたらですね、これを清潔な瓶に詰めていきます。では瓶に詰めていきます。煮沸消毒やアルコールスプレーで消毒をした清潔な瓶に入れるようにします。こうですね、中に空気が入らないようにぎゅうぎゅう押しながら詰めていくのがポイントです。隙間ができないようにぎゅうぎゅう押していきます。そしたら、熟成をさせていくんですが、ラップでですね、表面の空気に触れると悪くなりやすいので、ラップでこのように表面を敷き込んでですね、表面を覆っておきます。これで蓋を閉めてですね、直射日光の当たらない常温に、半年ほど置いて熟成させていきます。はい、去年仕込んだものこちらになります。ちょっと色が濃くなってるの分かりますか？蓋も開けてみたいと思います。よいしょ、ラップ取っていきます。よいしょ、わー、ください、ちゃんと豆板醤、しっかりペースト状になっています。こちらで出来上がりになります。では自家製豆板醤試してみたいと思います。ですね、ちょっとさっき瓶に詰め切らなかったほんのちょっとだけ、まだ熟成されてないやつと出来上がりのやつと今回用意してみました。明らかにですね、まず色が違います。発酵してる香りがする。絶対美味しいやつだ。こっちはですね、まだ熟成してないのでそら豆の香りがします。こっちはですね、米麹が熟成したちょっとお味噌の香りのようなのがしますよ。ちょっとじゃあまだ熟成してないやつ味見してみようと思います。辛いね容赦ない辛さなので、もし味見するときはですね、皆さんほんのちょっとにしてあげてください。唐辛子の辛さがダイレクトに来る感じです。
で、ちょっとそら豆の香りがする感じになります。では熟成されたやつ、辛いんですけど、発酵するとですね、酵素の関係でタンパク質が旨味に変わるっていうのと、あとでんぷんが糖に変わるっていう作用があるので、旨味がアップして甘みがアップするんですね。なのでこれはかといって大量に食べるとゴホってすると思うので、ちょっとでいいと思うんですけれども、そのままチビチビ舐めても美味しいと思います。本当に美味しい、これ、いやこれは美味しい、作ってほしいです。ちゃんと旨味のある豆板醤に仕上がってます。このままチビチビ食べてもいいですし、炒め物とかの、隠し味にしてもいいですし、キムチ鍋とかですねにしてもいいんですけれども、キムチ鍋レシピ あるので、よければリンクから見てください。あとスンドゥブとかもありますので、それも見ていただけたらと思います。で、今日はですね、ちょっと簡単にこの豆板醤の味わいが、楽しめるものをご紹介したいと思います。あ、その前にこれ一応さっきもお見せしたんですけれども、瓶での熟成前と熟成後になります。もうだいぶ色が変わってるの分かると思います。ちょっと色が濃くなってですね、美味しく仕上がったら出来上がりだなっていう風に思っていただいて、でそこからはですね、冷蔵庫での保存をしていただくのがいいかなと思います。今日はですね、ちょっとお味噌汁にちょい足しして飲んでみたいと思います。私本当にお味噌汁好きで、毎日が当たり前でほぼ毎食飲んでるぐらい好きなんですけれども、時間がない時はですね、お出汁を使わずに好みの味噌、美味しいお味噌をですね、マグカップに入れて熱湯を注ぐだけ味噌汁という味噌汁をよく飲んでるんです。朝ごはんの、汁物にすることも多いんですけれども、今日はですね、その、榎本家の、注ぐだけ味噌汁に豆板醤プラスしてですね、飲んでみたいと思います。はい、これいつも使ってるマグカップなんですけど、これにですね、味噌、今日は榎本家の榎本自家製味噌になりますを入れて、でお湯を注ぎます。だいたい 150ml ぐらいで、お味噌溶くんですけど、これで、注ぐだけ味噌汁完成です。いつも飲んでます、これ。とっても美味しいんですよ。美味しい、美味しいです。で、ここにですね、豆板醤、そんなに多くなくていいと思います。ちょっと入れて溶かします。で、これ火は通さないので、火を通さなきゃいけない具材はやめた方がいいんですけれども、ちょっとですね、火を通さなくていい具材入れても美味しいんですよ。今日はですね、ちょっと青さのり入れます。こういう韓国風のお味噌汁に海苔入れるの大好きで、よく入れるんですけど、今日もちょっとそんな感じにしてます。美味しそう、お願いします。では豆板醤入りお味噌汁いただきます。美味しい。お味噌と一緒に入れるとそんなに辛くないですし、ちょっとですね、韓国風になるかなと思います。うまみのある豆板醤なので、お味噌とも相性がいいですし、汁物にしてもとっても飲みやすいんじゃないかなと思います。これはですね、豆板醤の唐辛子ですごい体が温まる。
ひこれ作られたらまずはちょっとかじってみてですね、でその後このお味噌汁作ってみていただけたらなと思います。熟成には少し時間がかかるんですけれども、その分食べた時本当に美味しいと思っていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、まあ、作業工程も簡単なのでぜひですね、そら豆がある時期に、今の時期にですよ、ぜひ試してみていただけたら嬉しいです。これからも季節に合った料理いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。